皆さん、こんにちは。読売ジャイアンツが横浜 DeNA ベイスターズを下してリーグ一番乗りで20勝に到達し、敗れた阪神タイガースに代わって再び単独首位に立ちました。坂本勇人内野手が2回先頭で宇前安打、打撃の神様川上哲司を超えて NPB 単独13位に浮上する一打で、岸田行倫捕手の決勝1号2ランを呼び込みました。投げては山崎伊織投手が7回1失点にまとめ、両リーグトップタイとなる無傷の4勝目をマークしました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。相手にすればベストボールだったかもしれません。内角高めへの155キロ直球を坂本勇人選手のバットが捉えました。0対0の2回無視。横浜 DeNA ベイスターズの左腕、Kのクロスファイアを弾き返した鋭いライナーが宇前に弾みます。NPB 歴代13位で並んでいた川上哲司選手を超える通算2352安打。左肘を畳んで逆方向に打ち返す打ちつのうちに、技術が詰まっていました。初代オーナーの子、正力松太郎の出生地でもある富山開催は、読売ジャイアンツにとって2021年以来となります。関節が残った北アルプスを左翼後方に臨む富山アルペンスタジアムで、打撃の神様を上回りました。個人的なことは大丈夫ですとクールだったのですが、集まった1万9500人にメモリアルな一打を届けたことになります。試行錯誤の中で生まれた快音でした。打率2割3分5厘、前日まで5戦は16打数3安打、打率1割8分8厘と苦しんでいました。試合前のフリー打撃後に横浜 DeNA ベイスターズ石井拓郎コーチのもとへ挨拶に向かうと、体は元気ですけどバッティングは元気じゃないですと本音を漏らしていました。石井コーチは歴代次期地位の通算2432安打、いい時の自分を追い求めすぎて体がついていかない、年々投手のレベルも上がってきているし、長く現役を続けていると誰もが通る道と理解を示していました。2020-2021年には読売ジャイアンツで野手総合コーチを務め、フォームを微調整する坂本勇人選手の姿を見てきた人物でもあります。彼は今まで築き上げたものがあるので、ある程度今までの形をぶっ壊しても新しいものを建てられるような気はすると同コーチは背中を押していました。好不調に関わらず安打を重ねる数々の引き出しを持つ男だからこそ、さらなる進化に期待しているそうです。坂本勇人選手の一打が岸田選手の決勝2ランにつながり、読売ジャイアンツは2年ぶりにリーグ最速で20勝に到達しました。再び単独首位に浮上しています。18年目の今季は長嶋茂雄さんのリーグ記録に並ぶ通算186度目の猛打賞をマークし、通算300本塁打まであと9本とメモリアルイヤーになりつつあります。5月14日の横浜 DeNA ベイスターズ戦で通算2352安打とし、川上哲司さんを抜いて日本歴代13位となった読売ジャイアンツの大黒柱坂本勇人選手、推定年俸は日本人選手最高峰の6億円です。スポちゃん。しかしその華々しいキャリアの裏で約1億円もの申告漏れを税務当局から指摘されていたことが分かりました。東京国税局の去る関係者が明かします。渋谷税務署が管轄する渋谷区には多くの高額納税者が住んでいます。そこで同署は区内在住のスポーツ選手を対象に納税が適正に行われているかを重点的に調べる方針を昨年夏に打ち出し、水面下で作業を進めてきました。その過程で少なからぬ金額の申告漏れが疑われるアスリートが複数人浮上したのですが、うち一人が坂本選手だったのですとしています。坂本勇人選手への本格的な税務調査は昨シーズン終了後から始まったというのですが、一体どうなっていたのでしょうか。渋谷署の見立て通り、坂本選手は毎年の確定申告で銀座や六本木の高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上していました。金額にして年間およそ2000万円。直近の5年を遡って調べたところ、毎年のようにこれを続けており、総額で約1億円もの過大な経費の計上が確認されたのですとしています。
これまで飲食費は認められてきたなどと主張しているそうです。そもそもプロ野球選手の飲食費が必要経費として認められるケースはあるのでしょうか。税務申告において必要経費であるかどうかは自らの収入を得るために必要なのか否かを基準に判断されますとは税理士の浦野博明氏です。プロ野球選手であっても例えばバットやシューズメーカーの人との飲食なら経費に計上できるといった基準はありません。その会食を催すための根拠となる大義名分があるかが重要になります。一人であるいはチームメートと飲食した場合その費用は収入を得るための手段とは考えにくいでしょう。私的な支出である以上は必要経費とは認められませんが、にもかかわらず毎年計上していたのであれば悪質な申告漏れとも言えるのではないでしょうか。先の国税局関係者は指摘を受けた坂本選手は見解の相違を理由に速やかに修正に応じる姿勢を示さなかったといいます。本人の確定申告は毎年親族が代表を務める個人事務所が主体で言っているのですが、これまで飲食費は認められてきたなどと主張しているという立場のようです。いかに体が資本の仕事とはいえ年間2000万円もの飲食費、とりわけ飲み代などが必要経費とされるのでしょうか。改めて球団に尋ねると選手本人の税務申告は顧問税理士が言っています。税務申告に関し管轄の税務署と協議を続けているところですが、税務署の指導に従い適正な申告納税を行う所存ですと読売ジャイアンツ軍広報部は述べています。そう前置きしつつ、ただ悪質な申告漏れや所得隠しを指摘されたことは過去になく、今回もそのような指摘を受けておりませんし、修正申告をした事実もありませんとも述べています。税務署との協議を続けているとは認めつつも、悪質な申告漏れではないが球団側の見解ということになります。しかし先の国税局関係者が証言するように、飲食費を必要経費として認めてもらいたいがための協議は一般の理解を得られるものなのでしょうか。 WBC2023 での日本の優勝もあり、例年以上の盛り上がりを見せた日本プロ野球。セリーグは阪神タイガースが、パリーグはオリックスバファローズがリーグ優勝を果たし、日本シリーズを制した阪神タイガースが38年ぶりとなる日本一に輝いたことで話題になりました。スポちゃん、ここからは阪神タイガースのライバルである読売ジャイアンツの中核選手である坂本勇人について、結婚しているのかや歴代の彼女といったプライベート面をメインに迫っていきたいと思います。結論から言いますと、坂本勇人選手は結婚していません。ただ女性関係の噂は絶えない選手の一人ではあるので、噂されていた歴代彼女について迫っていきます。一人目は里海さんです。一人目はモデルの里海さんで、2009年6月頃に付き合っていたとのことです。雑誌の対談で知り合い真剣交際を始めた後、その後里海さんが別の男性との交際報道があり破局したことが分かりました。二人目は田中理恵さんです。他にも元体操選手の田中理恵さんとの熱愛が週刊誌のフライデーで報じられ、仲睦まじいツーショット写真が流出しました。二人は2013年から2014年頃付き合っていたようですが、価値観の違いなどから破局したとのことです。3人目は橋本環奈さんです。2020年8月頃に大人気女優の橋本環奈さんとの交際が噂されていましたが、写真などはなく真偽は不明でした。橋本環奈さんの家族が読売ジャイアンツファンということや、読売ジャイアンツのキャンプの取材でインタビューをしていた姿が交際報道に発展したとのことです。4人目は20代の美女です。2022年4月頃には20代の美女と並んで歩く姿が週刊誌に撮られており、現在の彼女である可能性が高いと言われています。こんなに華やかなお相手が彼女と噂されるモテ男坂本勇人選手ですが、結婚しない理由はいろいろと噂されています。もっと女遊びをしたい、理想の女性像が高い、野球に専念するためなど、これらの理由が本当かどうかは分かりませんが、20代の頃は結婚願望があったようですので、今後おめでたい報告があるかもしれません。さて、そんなあまたの女性との交際が噂される坂本勇人さんの実家がお金持ちだという噂があります。
実家がお金持ちと言われる理由は何でしょうか。実際に坂本勇人実家と検索すると金持ちというキーワードが出てきます。理由の一つ目は母親が送迎する車がベンツだということです。坂本勇人さんは兵庫県伊丹市の出身です。小学生の頃少年野球チームに所属していました。小屋の里タイガースというチームです。このチームで田中将大投手とバッテリーを組んでいたことはとても有名な話です。練習の際坂本さんの母親が黒いベンツで送迎していたそうです。その後チームの子供たちの送迎係を行うために日産のエルグランドに乗り換えたとの情報もあります。ベンツとエルグランドも高級車のためお金持ちと言われる理由です。理由の2つ目は家族でアメリカ旅行をしていました。坂本勇人さんが小学生の頃家族でアメリカに旅行したことがあるようです。旅行ではメジャーリーグを観戦したようです。坂本勇人さんの家族は両親と3人兄弟の5人家族と言われています。5人家族の海外旅行となると1人数十万かかると考えるとお金持ちと言われるのもうなずけます。父親の仕事の都合もあると言われていますが現在ほど気軽に海外旅行は行けないものだったと思われます。3つ目の理由は父親がアメリカで牧場経営しているという話があります。坂本勇人さんの父親は食肉をファミレスやスーパー等に卸す仕事をしていると言われています。坂本勇人さんが小学生の時は年間のほとんどをアメリカで過ごしたと言われています。坂本勇人さんが通算2000安打を打った際坂本さんの父親がサンスポに寄せた特別手記の記事を見つけました。私はベイシアトルで牧場経営に携わっていたため年に一度か二度帰国する生活をしていた時期もあり小さい頃の勇人と野球をした記憶はほとんどありませんというものです。その上アメリカでの牧場経営となると日本と比べ物にならない規模が予想されるためお金持ちだと思われます。いかがだったでしょうか。今回は坂本勇人さんの近況を中心に見てきました。さまざまな週刊誌でも報道されているように女性関係でいい噂は少ない坂本勇人さんが今後結婚を考えているのかも含めその動きは野球界でも注目されています。野球選手としてもプライベートの面でも良い方で活躍できるように願うばかりです。これまでさまざま噂されてきたことを少しでも払拭できるよう活躍してほしいものです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。